タレントのヒロミがプロデュースするスタイルアップ商品 V アップシェイパーの PR イベントがカセラリゾーツブランデ渋谷で開かれ、同商品を使用してダイエットに成功した橋本まなみ31歳が成果を報告した。商品は、着続けることで腹筋が鍛えられるサポーター。これまで腰回りを気にしてこなかった橋本が、ボン、キュッ、ボンになって世の中の男性にもっと喜んでもらおうと思って、と、約2ヶ月前から着用を開始した。この日、その成果を実証することになり、橋本は体のラインがはっきりとわかる白い衣装で登場。セクシーすぎて目を合わせられないヒロミの前で、ウエスト部分をめくり上げてサイズを計測した。すると、70センチあった上、スドは8センチ減の62センチに、橋本の自己申告によると体重も57キロから53キロに減ったという。部屋の壁が一面強張りになっていて、裸で過ごしていると変化がわかる。それだけで嬉しい。くびれができることによって胸も大きく見えるんです。などとドキドキする言葉を発して取材陣を挑発した。橋本はダイエット成功のお礼として、ヒロミのほっぺにキス。ヒロミは口紅の跡がついたことを喜びながら、このまま家に帰って自慢したい。妻の松本伊代には、パパすごい、って言われると思います。とデレデレになっていた。